皆様いかがお過ごしでしょうか。デイビッド風間です。ホープアベニュー、このコーナーではゴスペル、バイブルからの希望あふれるメッセージをお届けしてまいります。それでは行きましょう。ホープアベニュー。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。2023年も始まっておりまして、1月ももう後半でございますね。はい、今年はどんな1年になるかという思いで始まったこの1月でありますけれども、まずまず寒い中、皆さんね、体調管理など本当によくしていただけたらと思います。まあ、1月はやっぱり何でも新しいということを思う一月なんじゃないかなと思いますね。もちろん新年から始まりまして、仕事も始まりまして、まあ、今はね、学校でいうと3学期、企業で言えばもう3月末の決算みたいな感じでですね、頑張っておられる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりこの新年で思うこの新しいというキーワードは私はとっても大事かなと思います。私自身もですね、もう60年以上人間として生きてまいりまして、この新年をもう60回以上を重ねてきたんですけどもね、毎年やっぱり、まあ、ちっちゃい時は別としてですね、毎年この新しいということを思わされております。ではこのバイブル、ゴスペルというのは新しいということをどういうふうに言ってるかというと、神様はですね、なんと私たちに新しい心を与え、また新しい霊を授けてくださると書いてあるところがあります。ちょっとお読みしますね。旧約聖書のエゼキエル書というところに書いてありますけれども、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける、私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与えると書いてあるところがあるんですね。これ有名なところなんですけれども、まず新しい心が神様から与えられます。これは苦難の中にいるイスラエルに対する言葉でございますけどもね、これを応用しますと、私たちどんな苦難の中にあってもそれを通り抜けるならばですね、新しい心でやっていけるんじゃないでしょうか。そして新しいスピリットですね、霊というのは漢字で霊という難しいちょっと漢字がありますけれどもね、英語で言うとスピリットでございます。一番この本体、本質部分を新しくしましょう。そしてあなたの体からですね、石の心を取り除き、肉の心を与えると、こういう言葉があるんですけどもね、石というのは硬いという意味ですね。硬いんです。硬いものですから何でもね、跳ね返ってしまいますね。神様が私たちを愛していると語りかけてもですね、いやいやそんなことはないでしょう、私はあなたを支えてるよ、いやそんなことは信じられませんというふうにですね、石の心ですと何でも反発して跳ね返ってしまうんです。それはちょうど親子関係と似てますよね。親は子供を一生懸命育ててるんですけども、子供はねちょっと反抗していることもあるんじゃないんでしょうか。まあ私もそんな経験があります。でその代わりにね、肉の心、肉というのは柔らかいんですね。フレッシュなんです。生きているんです。あったかいんです。本当に神様が私はあなたを愛してるよと言ったらですね、ああ分かりました、本当に神様に愛されてるんですね、私はあなたに全てを備えてるよ、ああ分かりました、今は少し足りないような気持ちがしてますけども絶対大丈夫です、まあそんなような反応になるのが肉の心です。まあですからね、神様と人間のこの間柄にまず新しい心が与えられるという約束をこの2023年1月に私は思いたいなと思います。そしてですね、石の心ではないんですよ、新しい柔らかな肉の心ね、フレッシュな、もう本当にあうんの呼吸っていうんでしょうかね、もうこう言えばちゃんと分かってもらえるという神様とのですね、一番良い関係に導かれるんじゃないかなと私は思います。そんな1年を過ごしていくならですね、年末に、ああ今年1年は神様から愛されて守られた1年だったと振り返ることができるんじゃないかなと思います。これが今日のホープアベニューでした。それではこの1年間もね、皆さん守られますように、そして神様の愛を存分に受けて楽しんで生きていけるように心からお祈りいたします。それではまた次週お会いいたしましょう。 See you next time. God bless you. And please remember, Jesus loves you. Bye bye.